皆さんこんにちは、前衆議院議員の伊佐新一です。本日は今更なんですけど、はい、103万円の壁、これ国民民主党が今回の衆院選で議席を大きく伸ばしました。実はこの壁存在しませんという話をしたいと思います。なるほど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちゅうか皆さんにたくさん応援をいただきましたけど、はい、まあ、残念な結果になりました、はい、ただですね、やっぱり今の政治課題については引き続きこうして分かりやすくいろいろと発信を続けていきたいなというふうに思っております。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちゅうかね、はい、現職の国会議員、しかも与党の国会議員だと、うん、なかなか言いたいことをちょっと抑えながらどう表現するかで悩むところもあるけど、なるほど、ちょっともうこういう身分ですから、はい、自由にやらせていただこうかな。なるほど、思っております、ね、今日連絡来てすごくびっくりしたのは多分僕だけじゃないかなと思いますもう見ていただいてる方も驚かれてるんじゃないかと思います、はい、より自由にやられる、より自由にやります、はい、よろしくお願いします。まずですね、これ何の話かということ、そもそも、はい、これ103万の壁って、まあ、存在しない。103万って何かというと控除の話なんです。で、まあ、103万の壁のこれ今103万っていうものを国民民主党は178万まで引き上げましょうということなんですが、うん、そもそもこの控除103万って何かというと、うん、お給料もらうじゃないですか、はい、で給料もらうと一定の控除で額を引いて残った分にしか税金がかからないんです。うん、だから控除が増えれば増えるほど、はい、かかる税金がかかる金額がどんどん減るので、なるほど、そうすると税が減る、手取りが増えると、税が控除される金額ということですね。そうです、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 になります、はい、でそうすると、でこれどうなってるかというと、基礎控除ってこれ単身で扶養がいない場合、はい、まあ、単身の場合ですよね、うん、基礎控除というのが48万あります、うん、でこれは生きるのに最低必要な部分については税金をかけないというので48万円分まず引く。なるほど。で給与所得控除、これは、まあ、いわゆる経費見合い、うんうん、個人事業主の場合っていろいろ経費でいろんなものを落とせますけど、はい、個人は落とせない、例えばスーツを買いますとか、うん、だからその見合いで55万円、合わせて103万円分は給料からまず引いて残りの部分に税金をかけますと。なるほど。いう構造に今なってます、うん、でところがこれだから103万を超えると税金が発生するので、うん、103万をできるだけ超えないように超えないようにと壁があるんじゃないかというのが103万の壁というんですが、実は、はい、壁は存在しません。ほう。これどういうことかというと、はい、壁ってよく言われるのは106万の壁なんですよ。これ何かというと、はい、給与がどんどん増えていくと手取りが当然増えていきます、どんどん。ところが、まあ、いろんなも引かれますよ、はい、税金引かれたりいろんなも引かれるけど、うんうん、はい、106万に行った瞬間、うん、厚生年金に加入しなきゃいけなくなる。なるほど。そうするとガーンと厚生年金の払いがあります、うん、だからその分ガーンと減ってしまうので、そこから一生懸命働いたら本来給料上がるのにここに来るまで取り戻せないんですよ。この分。なるほど。これが壁なんです。なるほど。ガーンと落ちると、はい、ところが、はい、103万の壁はどうなってるかというと、うん、まあ、これちょっと重なってややこしいから、こうずっと給料上がりますよね、はい、103万になった瞬間ガンと税金が増えるんじゃなくて、そこから税金がちょっとずつかかるんで、実はこうなってるんですよ。あ、そのなだらかに、はあはあ、まあ、具体的にどれぐらいかっていうと、例えば103万を超えて104万になったとします。はい。ほんなら103万円分控除されて抜かれて、うん、1万円分にしか税金かからないんですよね。そういうことですね。で、税率って 5% なんですよ、うんうん、そうすると1万円かける 5% で、実は103万超えて104万の人は500円しか税金払いません。なるほど。だから103万の人が104万になったとしても手取りは103万9500円なんです。なるほど。わかります。かなりなだらかですね。かなりなだらかなんですよ。だから壁じゃないんです。でだから壁はなくって、今これでね、この103万円を引かれる部分を178万にしましょうって国民民主党の皆さん言ってるけど、はいはい、これは壁の問題じゃなくって、うん、減税をしてできるだけ手取りを増やしましょうっていう単に話なんです。壁じゃないんです。なるほど。今だから103万円の壁、103万円の壁ってよく聞きますけど、うん、もう一度確認しますけど、この103万円の壁はないということでいいんですね。ないです。あ、なるほど。散々壁と言ってきて、
まあ、僕らも生活をしてて、例えば会社員の奥さんのパートが働くのを控えるとかっていう話はよく聞きますけども、それはないっていうことですね。そうです。だからそっちはさっき言ったように、この106万は壁ですよ、うんうんうん、まあ、あともう一個103万っていうのもあるんですけど、はい、これもっとえぐい壁なんですけど、まあ、それはまた後で話すとして、はい、で、まあね、あのちょっと実はもっと正確に言うと、あの103万の壁があった時代もありました。あ、ほうほうほう。それはこの配偶者控除、奥さんがいると、これ夫婦、例えば片働き、ご主人だけ働いてます、子供大学生一人います、はい、っていう場合に配偶者控除、奥さんがいると38万円、実は配偶者控除で給料から差し引けてたんですよ。なるほど。で、これが103万円を超えるとザクッとなくなってたんです、昔は。昔は全部なくなってた。全部なくなってた。なるほど。だから壁でした、はい、ところが今は法改正が行われて、この103万っていうのが150万まで引き上がってます。150万円になるまでは配偶者控除っていうのはなくなりませんし、150万を超えても一気にザクッとなくなるんじゃなくて、徐々に徐々に38万が減っていくだけなので、これも実は今なだらかになってます。なるほど。壁じゃないんですよ。なんかあの、うん、玉木代表が話してるのを僕も聞いたんですけど、うんうんうん、例えばこのアルバイトの子供が103万円を壁たら、あ、103万円を超えたらって同じような話を言っていたような気もするんですけど、うん、そうで、これはね、壁がないっていうことになったので、うん、途中から話変わってんですよ。あ、玉木代表のですか。国民主党の言うこともどんどん変わってて、なるほど。で、今その時に何を、バイトの話を何を言ってるかっていうと、うん、103万円で壁が唯一存在するのは、さっき申し上げたように子供がいて大学生でバイトしてる場合なんですよ。うんうんうん、はい、で、はい、18歳から22歳までの子供に対してはこの特定扶養控除っていうのがあって、63万も引けるんです、実は。なるほどなるほど。で、これは子供がバイトして、この子供のバイト料が年間103万を超えたら、うん、特定扶養控除から外れるんですよ。一気に全部なくなる。一気になくなります、はい、で、これは確かに壁です、うん、で、ただこれが問題じゃないかと今例として挙げ始めたので、うん、いや、でもこれって解決すべき壁かどうかって議論本当はあると思います。だってもともと言ってたのは、はい、パートで奥さんが働くのを控えるっていうのが壁だったんですけど、うん、そうじゃなくて学生でね、うん、バイトしてる子供がバイトを控えるじゃないかっていう話になってるわけですよ。それはだいぶ話変わってますね。変わってる、うん、だってそもそも年間103万円バイトそれ以上しないとやっていけない子供って、うん、こんな子供間違いなくあの給付型奨学金の対象になります。つまり返済の必要のない奨学金の対象になる可能性が高い。なるほど、はい、だって奨学金だったら年間最大98万円もらえるんですよ。うん、授業料も免除ですよ。なるほど。入学金まで免除されるんですから。これはだって伊佐さんがずっと頑張って作られたやつですね。そう、まあ、私ね、本会議でも質問したし、だからこの話ってバイトのこの話をするんやったら、はい、奨学金の話なんです、それは。なるほど。控除でもっと、だって本来勉強するのが学生の本分に対して、うん、その子供に対して税金かかんないようにもっとバイト働けるようにしましょうっていうのは、もっと働くのを背中を押すってちょっとちゃうやろうと。そうですね。思ってます。で、うん、もっと言えば、うん、逆にね、はい、あの非正規で単身で年収150万円で生活をしてます、うん、一生懸命頑張ってる、うん、この人は税金払ってるわけですよ。そうですね。でも親の扶養に入ってて、でしかも学生で、この子供だけは103万以上バイトできるように税金まかるって、特別扱いされる、扱いされるって本当にそれでいいんですかと。なるほど。思います。だから私は国民民主党が出してる例に疑問を感じてます。なるほど。おかしいんちゃうかと。はいはい、はい、すごくよくわかります、はい。まあ、だからおっしゃっている通り、その壁はないと。ないです。要するに103万の壁はないね、うん、これ壁じゃなくて、もっともっと議論しないといけないのは、どうやって手取りを増やすかっていう議論だということですね。その通りです。だから壁云々の話じゃないんですよ、はい、あの皆さんの手取りをどうやって増やすか、103万を178万にしてザクッと税金かからない枠を広げたら、うん、皆さん得しますよね、手取り増えますよねと、これは賛成なんです。ただ、はい、このやり方でいいかどうかっていうのは議論があります、うん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 、どういうことかというと、例えばネックになるのは、うん、絶対話し合わなきゃいけないことは何かというと、高所得者に優遇する取り組みなんですよ、これって。具体的に言うと、はい、あの年収178万円の人がいくら減税されるかというと4万円になります、うんうんうん、まあ、今まで178万、マックス178万まで全部ガーンと引いてくれるから税金ゼロになります、はい、なるほど。この人もともと4万円払ってましたから4万円減税、はい、200万の人は 8.6 万円減税になります。500万円の年収の人は 13.2 万円減税、年収1000万の人の減税額は基礎控除上がると
22.8 万円の減税になります。なるほど。つまり高所得の人の方が減税されてるわけですよ。そういうことですよね。だから本来税金っていうのは、うん、あの再分配機能って言って累進課税で高所得の人は税率が高い、いっぱい税金払ってもらいます、うん、それを分配して困ってる人にお金を回すっていうのが税金の機能なんですよ、うん、この再分配機能は弱まります、うん、高所得の人が得をする、ここをどう考えるかっていう議論はあると思います。なるほど、はい、すごい、うん、今までのお話ものすごくよくわかるんですけど、はいはいはい、まあ、ご自由に、伊佐さんもこの YouTube 始められるということだったんで、はいはい、ちょっと聞きたいなと思うんですけど、はいはいはい、じゃあ、伊佐さんは逆に、要するに、国民はこれはどうなんだっていうところはよくわかるんですけど、うん、伊佐さんご自身は手取りを増やすっていうところで何がベストだというふうに考えられるんですか？うん、もちろんね、これ全否定してるわけじゃないですよ。はい、これもどういう形でうまいこと形を作ればいけるかもしれません。それを与野党で、うん、ぜひ自民、公明、国民で今議論してますので賃上げ続けて議論してほしいんですが、うん、私はやっぱ本筋は賃上げやと思ってるんですよ。うーん、その減税じゃなくて本当に賃金が上がっていく取り組み、はい、例えば人への投資とか賃上げを促進することで手取りをアップさせる。だから減税って結局何が起こるかというと税金も減らします、その分国の投資も減らします。だから経済はどっちかというと縮小方向なんですよ。なるほど。でそうじゃなくて私は例えば税金いただいたんだったらこれをちゃんと国民の皆さんに還元して人への投資をしていくとか、さらに生産性を上げていくような取り組みにお金を使うとかで経済がどんどん上向いていく、賃上げが行っていく、こういう拡大方向の経済政策を私はやるのが本筋じゃないかというふうに思ってますよ。まあでもあえて減税でじゃあ手取り、減税で手取りを増やせっていうんやったら私はこっちよりも軽減税率の深掘り、つまり消費税今 10%、はい、軽減税率で食べ物は 8% になってます、うん、これをもうちょっと 8% から減らす、うん、物価高で特に生活がしんどい方々っていうのは低所得者の皆さんです、うん、で食料品の消費税を 8% から下げるっていうことが低所得者の皆さんの生活を守るということになる、うん、で、まあ、もちろん高所得とか中所得者の人にも恩恵があるわけで、うん、だこういう取り組みの方が私はいいんじゃないかと実は思ってます。ただまあそれでいくとですね、うん、軽減税率の深掘りだって言ったら高齢者の方にお金が、高所得者、ごめんなさい、うん、高所得者の方にお金が回っていくっていうことになるんじゃないんですか？いや、それはそうなります、うん、ただ所得を減税するっていう直で減税するのって結構なこと、高齢者、高所得者優遇になりますけど、軽減税率って食べ物の税制なんですよ、うん、でもちろんね高所得の人の方がいいもの食べてるかもしれません、その分得するかもしれないけど、うん、食べれる量ってそんなに差はないわけですよ人間。なるほど。そうするとここまでの差にはなりません。あ、だからそこまでの格差拡大にはつながらないというふうに思ってます。なるほど、うん、そういうことですね。ありがとうございます、はい、すごくよくわかりました、うん、まあ、103万円の壁に、うん、のことに関してはよくわかったんですけれども、はいはいはい、さっきちらっとおっしゃってたですね、うん、まあ、本当の壁、いわゆる106万円とか、うん、103万円、130万円の壁に関しても、うん、もうちょっと解説いただければ嬉しいなと思います。まあ、この106万の壁とかの話って、結構、これから話そうと思うのは結構大変なんですけど、実は YouTube で以前、はい、やったんですよ、はいはいはい、だからこれ106万の壁についてはぜひ概要欄貼っとくので見ていただければと思うんですが、はい、結論だけ言うと超えた方が得です。壁は。なるほど。どういうことかっていうと、はい、確かに超えた瞬間手取りは減るんですよ、うんうん、そうですよね、減るんですけど、でこれ減る分って大体ね月々8000円ぐらいです。で8000円やと、まあ、労働時間今これ超えないために一生懸命本当は働きたいけど抑えてる、ところが最低賃金も今上がってるので、うん、8000円ぐらいやったらもしかするとちょっとだけ超えてもらって少し長めに働くと取り戻せます。この点超えられます。なるほど。で、しかも何が起こるかっていうと、うん、超えない間ってご主人の扶養なので、はい、基礎年金しかないんですよ、はいはい、ところが超えた瞬間厚生年金自分ももらえるようになります。あ、なるほど、うん、で大体これ専業主婦の方って結婚するまでは正社員で働いてた、例えば 7,8 年働いてた、うん、その分厚生年金払ってるはずなんですよ、うん、でここで超えて 2,3 年もすれば今って合わせて10年以上働いたら厚生年金もらえるので、あ、10年超えるんですよ。なるほど。ほんなら厚生年金もらえるんですよ、はいはい、得します、うん、でもっと言えば厚生年金自分が入ってるといざ病気になった時の傷病手当金ももらえるし、出産した時の出産手当もついてきます。結構いっぱいついてくるんですね。ついてきます。あ、はい、なるほど。
で、106万いいんですけど、130万の壁って、この壁はきつい。なんでかっていうと、はい、130万ってね、厚生年金の対象じゃない人が、うちの会社厚生年金やってませんと、基礎年金しかない、うちは国民年金だけですっていう会社が、はいはい、うん、130万の給料を超えると国民年金払わなきゃいけなくなります。うん、そうすると国民年金の壁ってすごい高いんですよ。あの、払うのって厚生年金と8000円やとですけど、国民年金で月々1万7000円払わなきゃいけないです。月1万7000円、1万7000円、これは大きいですね。大きい、うん、で、しかも超えたとて基礎年金部分しか戻ってこないんです。厚生年金じゃないから。で、もともと3号でご主人の扶養に入ってる人は基礎年金あるから何も変わらないんですよ。うん、なるほど。単に支払いが発生するだけなので、うん、これは大きな壁です。うん、ただこれも今改革を進めてまして、あの、そもそも厚生年金うちありませんという会社をなくそうとしてます。なるほど。あの、国民年金だけの人を減らそうとしてて、今実はどんどん会社、あの、厚生年金を用意しなきゃいけない会社を増やしてて、今月、あの、10月からは51人以上雇ってる企業は106万超えたら絶対に厚生年金用意しなきゃいけなくなってます、というルールになったという、なってんですよ、なってんですよ、10月から。はあ、で、あの、これを1人以上の会社全部にしようと。ほう。だから全ての会社は106万を超えたら厚生年金を用意しなきゃいけなくしようとしてます、今。そうすると130万に到達する前にもう106万でみんな厚生年金の世界に入るので、みんな入れば得をするっていう世界にやろうとしてますので、これで実質的にこの130万の壁っていうのはなくそうとしてます。なるほど、はい、それはいいですね、という取り組みをやってます。はい、ということで、ちょっと今日はなかなか難しいテーマだったかもしれませんが、103万円の壁は実は存在しないと。で、106万、130万についてもこういう取り組みを今進めてますというような説明をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。伊佐新一チャンネルへの登録よろしくお願いいたします。またグッドボタンもお願いいたします。ありがとうございました。